はい、ももちゃん、ゆずちゃん、いちごちゃん、そして、かえでちゃんでございますね。じゃあゆずちゃんお願いしますね。はい、よし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 ね。今回はですね、コメントの返信をちょっと行えようと思います。でその前にですね前回プレミア動画ですね、土曜日の夜にやらさせていただきまして、皆さんねご来場いただきありがとうございました。でね、中でもね、スーパーチャットですね、私初めていただきました。ありがとうございます。1000円ですねいただきまして、で、あの後終わってですね、すぐに、ミートクッキーをね、ピラニーランドさんから、ピレニーランドさんから、ね、注文させてもらいまして、届きました。ね、あの1000円でね、これちょっと使わさせていただきますね。はい。ちょっといいですか？どいてもらっていいですか？どいてもらっていいですか？ね、危ないんで、カッター危ないんで、どいてもらえますか？痛い、お前何やってんだよ。ちょ、危ねえ、おめえら。危ねえ。ね。ちょ、どいてくれ。みんな、クンクン。クンクンはやめて、クンクンは。はい。ね、まず私からダメ。まず私から。ね、こりゃ。待て。ダメ。こりゃ。ね、ミートクッキーですね。みんな大好き。みんな大好きミートクッキーね。あの1000円で、ね、いただきましたので、それでちょっと使わさせていただきまして、これをね、ももちゃん、ゆずちゃん、ね、あげたいなと思います。ね、いちごちゃんも練習で、使いますので、ね、使用させていただきます。で、今、やっぱりクリスマスシーズンが近いので、こんなもん、なんかちょっと、おまけがついておりました。これもね。はい、これはね、はい、ね、使わさせていただきますね。はい。後であげる。はい。ね、ということで、届きました。ね、早速使わさせていただきました。ありがとうございます。はい。で、ただ、ちょっと動画の方が、プレミア動画の方がね、まあ一応30分目処にして作ったんですけど、もうちょっと長くてもよかったかなと思いました。で、終わりがね、なかなかいいのがね、映像がね、あれしかちょっとなくて、急にパッと終わる形になっちゃって申し訳ないんですけども、あれ以外だとね、ちょっとね、変な終わり方になってしまうので、まああれが一番良かったです。なので、あれちょっとさ、やらさせて、いただきました。すいません。よろしくお願いします。ね。で、あとまあ1時間ぐらいやっちゃうとね、他にもいろんな店舗、行って買い物して撮ったりしたんですけど、まあ、お店の、こう、行った中、内容をね、ずっと1時間もやっちゃうと、まあ、途中で飽きてしまうこともあるので、一応30分っていう形で区切らさせてもらって、やらさせていただきました。はい。ね。また、ああいう機会があったら、やらさせていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい。ね。で、あと他にもね、まあ、一応、今回スーパーチャットっていう形でいただきましたけれども、直接お邪魔した方々、ね、ご連絡いただいて、メールいただいて、直接お邪魔した方々ですね。で、レッスン料以外にですね、まあ、ギフトのカードだとかね、金券をこういただいたりしたんですね、何名か。いただきましてありがとうございますね。それもね、ももちゃん、ゆずちゃんのために、使わさせていただきました。ただちょっとね、使えないところもあるので、その使えない部分に関しては申し訳ないですけど、私のちょっと日用品、歯磨きだとか、シャンプー類とか、それらにちょっと使わさせていただきましたね。娯楽のためには使ってませんので、よろしくお願いしたいと思いますね。はい、ありがとうございます。ね、で、あとはね、そうだな、
コメント返信だ。コメント返信ですね。今回は、そうだな、二つ、ちょっとお答えしていきたいと思いますね。まず一つ二つ、こちらでございます。はい、ということで、二つをね、お答えしていきたいと思います。まず一つ目はですね、コメント欄に記載がいいのか Gmail のがいいのかということなんですけれども、まあ基本的にはどちらでも構いません。両方見てます。はい、ね、ただ個人情報とかが入る場合は Gmail にしてもらった方がいいです。ね、過去にコメント欄に個人情報載せた方いらっしゃいましたので、それはね、私の方で、まあ、一応管理ページで使って見てますので、削除させてもらったりとかね、しております、ね、ただその間にもう見られてしまった場合はちょっと自己責任でお願いしますね、コメントに個人情報書くと他私以外の人にも見られちゃいます、ね、ですのでね、ですので個人情報と書かれる場合とか、ね、記載が必要な場合はメールの方にください。そしたら私の方に、だけに来ます、はい、Gmail の方ですからね、私だけに来ますので、それを見て、いろいろ読んでね、拝見させてもらって対応するという形を取ります。はい、あとまあ前々から皆様方にお申し上げておりますけど、プロとしても活動をしておりますので、ご自分のワンちゃんとですね、対応が ものすごく難しいよっていう方であればお呼びください、ね。まあ、それ以外にも基本のしつけ等もしてほしいという方は、ね、お呼びくださいね、概要欄の下に書いてありますので、そこはメールアドレスで、書いていただいて、で、まあ、個人情報ですね、私の方もやり取りさせていただくという形を取りますね。で、まあ、そのやり取りの中で、まあ、料金の関係などとかね、お話しします。はい。はい。で、あと必ずですね、遠出の方、遠方の方からも、ご依頼をもう何度も、お引き受けさせていただいているんですけど、2点必ずどの方にも聞いてます。遠方の方特にね、要はその交通面の料金が遠方だとやっぱり高でかかったりするわけですね。それも込みになってしまうよという話と、あとはそのご自分のお住まいの、トレーナーさんもいますけど、その有無はどうなんですかっていう、ね、この2点は必ず聞いてますね。まあ直せるんだったらね、自分の愛犬直せるんだったらやっぱ安い方がいいはずですから、ね、自分の住んでる近場でご依頼してやってもらった方がいいかなっていうのもありますのでね、まず必ず2点はね、この2点は必ず確認をさせていただいてますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、あとね、私の方もプロとしても動いてますしですけども、プロになったからといってはい終わりじゃなくて、なるとね、いろいろね、研修受けたりとかねしなきゃいけないんですね。はい、でこの間行ってきまして、でこれが、まあ、県の、研修修了証ですね。はい、これを、まあ、こういうのをですね、勉強しなきゃいけない、出席しなきゃいけないわけですね。はい、こちらからこれ出席しないと、動物取扱責任者ですね、更新できません。はい、ね、なんで今申し上げた動物取扱責任者ですか、それが持って、それを持っている方も必ずこれを受けなきゃいけないですね。受けないと失効してしまいますんでね、こういう研修とかはね、言っております。はい、それでそうですね、まあそのとこかな。はいね、コメントメールの関係のお話はね、はい、よろしいかなと思います。はい
で続いてですね、まあ、質問がありましたけど、まあ、いつも冷静な対応、どの子に対してもされているということなんですけど、TCL さんが自身の忍耐力、根気強さはどこで身につけましたかということなんですけど、まあ、これちょっとね、これ一言で言うとね、やっぱ経験ですね。経験でございます。例えばですね、まあ私が10代前半の時なんかは、そんな経験もなかった、知識もなかったんで、あー、帰れちゃう。顔見て見て。あー、帰れちゃう。あー、帰れ、帰れ、帰れ。あー、帰れちゃう、帰れちゃう。あー、帰れちゃん。あー、帰れ、帰れ。あー、帰れ、帰れちゃん。帰れちゃん、帰れちゃん。あー、帰れちゃん。あー、帰れちゃん、帰れちゃん、帰れちゃん。あー、帰れちゃん。なんてやってたんですけど、今はもうやらないです。はい。これなんでかっていうと、いろいろ、ワンちゃんについての、勉強をね、し始めたので、ね、知識をつけました。ね、どういう対応すればいいのかな、っていう風に、考えるようになりました。ね。で、まあ、その当時は、インターネットなんてのはなかったもんですから、図書館に行って、犬の雑学だとか、そういうのね、犬に関する本だとかはちょっと読んだりとかね、書店かな？書店行って、まあ、買ってきたりとかで、ね、いろいろ読んで、勉強して、やってきました。で、いろいろね、まあ、試行錯誤して対応したりとかね、やって経験をね、積んでいたわけですね。で、どういうふうに対応、まあ、こういう経験積むと、ね、このワンちゃんがなんで吠えてるのか、なんで威嚇してるのか、なんで逃げてるのかっていうのが、まあ、分かってきます。はい、分かってきます。で、ボディーランゲージ、ね、どこに力が入ってるのかっていうのがね、分かってくるわけですね。知識があると。で、そうするとね、どういうふうに対応しないといけないのかっていうのが、わかるので、冷静に対応しやすいんですね。はい、で、まあ、プロになる前、ね、まあ、試験を合格する前ですか、もう修行時代っていうのかな、やっておりました。ね。それは別にお金もらったりとかじゃなくて、普通にボランティアでね、お邪魔して、ね、直しますよ、つってやったりとかね、しておりました。当時はももちゃん、ゆずちゃんしかまだいなかったので、で、まあそのももちゃん、ゆずちゃんをですね、まあ毎回公園でこう練習風景とかをね、見てる人とかいるわけですね。そうするとね、声がかかるのですね。すごいね、そこのワンちゃんね、よくできてるね、とかってこう声がかかるんで、まあありがとうございますとかね、こう話がありまして、で、こういろいろこう、コミュニケーション取って、意気投合してくると、うちのワンちゃん高校なんだけどね、全然言うこと聞かないんだよね、とかってこう話をするんですね。話があるわけですよ。で、ああ、じゃあそれもしよかったら直しましょうか、つって言って直しますよ、つって言って。はい、ボランティアで直しますよ、つって言って。ね。こんなことやってたんですね。はい。ね。で、他にも、ジムも、行ってましたので、ジムでそのおじいちゃん、おばあちゃんを、おじいちゃん、おばあちゃんとかね、私より若い人たちとかも、いろいろ意気投合して、直しに行ったりとか、ボランティア時代結構やってました、ね。はい。で、まあ、いろんな人から、もうプロになった方がいいよって、ね、すごい実力あるからね、やった方がいいですよ、つって。まあ、後押しのお声掛けもね、していただきましたんで、ありがとうございますということで、まあ、試験を受けて、実際、まあ、合格しまして、で、申請して、許可が下りたので、動物取扱責任者ですか、はい、を得ましたと。で、この間は、もっと自分の知識を、さらに、こう、磨くために1級かな、1級合格という形でね、なりました。はい、まあそんなとこですかね。やっぱりね、やっぱ一言言うと知識になっちゃうね。経験、知識経験とね、経験でございますね。いろいろ知識をつけていくと、まあいろいろね分かってきますので、
それでどういうふうに対応していけばいいかっていうのでね、できるはずですから、まあ、経験ですよね。はい、なんでやっぱりまあこれ見てる人にもいきなりそのじゃあいろいろ知識つけなきゃいけないっていうよりかは、まあ自分のワンちゃんがまずなんで吠えてるのかっていうのをちょっと疑ってみてくださいね。まずそっからで始めてくださいね。ワン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 って吠えまくっててね、ね、何かえでじゃああなた何吠えるのね、吠えてかわいいねなんていうふうにやらずにね、だとかあとはね吠えちゃダメでしょね、はいはいはい、で声声だからといってね、吠えちゃダメだよ、ダメダメダメってね、こういう風にね、その人間の子供みたいにこう自分で決めつけて対応するではなくて、なんで吠えてんのかな、何を要求してんのかな、まずそっから入ってみてくださいね。そうしたらまあワンちゃんがね、どういうことを望んでいるのかね、単純にわがまま言ってるのか、それとも何かしらこう、注意を促してるのか、要求防衛なのか、まあ分かってくるはずですね。吠え方もね、やっぱり力が入ったりとかね、目の輝きが違ったりとかね、表情とかありますからね、はい、それでいろいろ判断ができますね。体に力が入ってるとかね、もちろんありますから、ね、尻尾の関係とかもねありますので、はい、いろんな要素で判断するようにね、できていきますのでね。なんでいつも通りの対応じゃなくて、ね、分かんない方はもういろいろこうまずちょっと疑ってみて対応するというのをやね、やってみてください。はい、ね、まあこれがお答えでございましょうかね。はい、ご参考になりましたでしょうか。今回コメント2つでございますね、お答えさせていただきました。はい、では次回もぜひねご覧になってください。バイバイ。